ん、いつもご視聴ありがとうございます。この番組は2000年から現在にかけて全日本プロレスで行われた過去の名勝負をご紹介する番組です。今週ご紹介する試合はこちら、2004年6月12日愛知県体育館で行われた三冠ヘビー級選手権試合、王者川田俊明対挑戦者ジャマールの一戦です。はい、今週からですね、説明ブロックを短くコンパクトにまとめていこうと思います。2003年から2004年というとですね、川田俊明選手が三冠ヘビー級チャンピオンとして連続防衛記録を着実に伸ばしてきている時代でした。2003年の9月に大谷慎二郎選手を破って三冠ヘビー級王座を体感してからですね、初めの防衛戦がドン・フライ選手、そして2度目の防衛戦が天竜源一郎選手、そして3度目の防衛戦が橋本真也選手と、国内で活躍する強豪レスラーたちをもう軒並み下してきたわけですけども、2004年の5月に行われた4度目の防衛戦ではなんとミック・フォーリーが相手ということでですね、あの WWF かな WWE で名を馳せたミック・フォーリーをも下し、4度目の防衛を飾った川田俊明選手、日本のみならず世界に向けてもですね、もう最強を発信し続けていた川田俊明が今回5度目の防衛戦の対戦相手となるのが最強外国人ジャマールとなります。はい、2003年の12月に世界最強タッグ決定リーグ戦に出場すべく ROD の一員として全日本プロレスに参戦したジャマール、翌年に行われたチャンピオンカーニバルでは初出場でいきなり武藤敬司から初勝利を挙げました。というわけで今回この川田俊明と試合するまでですね、少なくとも一度も全日本プロレス内においてはピンフォール負けを喫したことがないと、まさにこの最強外国人名を欲しいままにしていたジャマール、今回は三冠ヘビー級王座の絶対王者川田俊明対最強外国人ジャマールという一戦になります。先週ね、この2人の前哨戦をお届けしたわけですけども、蓋を開けてみるとですね、まずは川田俊明がジャマールを失神させ、今度は逆にですね、ジャマールがもうとんでもないパワーボムで川田俊明を失神させると、とても前哨戦とは思えないぐらいの激しい肉弾戦を繰り広げました。というわけで当時の観客の皆さんもですね、この三冠戦に向けての期待がどんどん高まっていったところ、ぜひ皆さんこの試合お楽しみにご覧いただければと思います。そして、まあ、ちょっと真面目な話になるんだけど、ぜひシリーズ最終戦で三冠ヘビー級選手権が組まれているが、まだ挑戦者が決まってないらしい。本来ならチャンピオンカーニバル優勝者の武藤さんが挑戦すべきだろうけど、あまり興味ないのかな、関心ないのかな、わかんねえ。そこで俺たち考えた、ふさわしい三冠チャレンジャーがいると思わねえか、俺たち ROD に。優勝者武藤敬司に勝った男がいるじゃねえか。じゃあ次期シリーズ俺たちアロニーがジャマールを推薦する。この体勢からパワーボム。よし、いやいや、これはボム系で来るでしょう。ボム系で来た。ここナッツボムから抑えて、スリーカウント。スリーカウント奪われました。ジャマールは確かにいいレスラーだけど、まだ全日本で、日本でというその3冠に対しての実績っていうのが全く何もないかな。3冠ヘビー級選手権試合、青子のより挑戦者ジャマール入場。このチャンス逃してなるものか。今や俺の目の前に立ちはだかる人間すべて地獄に葬り去ってやる。そして全日本プロレスの至宝三冠のベルトを俺がいただく。今俺様に歯向かう者は地獄行きになるぞ。そして今世界中のプロレスラーの中で俺に勝てるレスラーなんか一人もいない。自信を持って一
今名古屋のマットにやってくるジャマール。赤コーナーに参加ヘミキー選手権者川田俊明入場。風を切り、そして目の前の敵をなぎ倒し、そして俺がこの三冠のベルトを守る。俺しか守れる男はいない。そして三本のリーシュあるベルトを巻くにふさわしい男は一人でいいんだ、この俺だけでいいんだ。今進む道が俺だけの王道。今地方のベルトを持って敵のいるリングへと立ちはだかる第32代三冠王者川田俊明です。本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者380パウンドジャマール ROD 空飛ぶ肉弾ソーセージジャマール。赤コーナー三冠ヘビー級選手権者240パウンド川田俊明。ベンチャラスケ川田俊明。レフリー和田恭平。いよいよ名古屋愛知県体育館クロスオーバー04最終戦三冠ヘビー級選手権を迎えました。こちらはジャマール、そして三冠ヘビー級王者川田俊明です。いつも通り口を毎日文字に結んで敵をにらみつけています。さあまもなくゴング。 ROD 軍がリングした。さあジャマール、ここで潜在一遇のチャンスがやってまいりました。果たして全日本プロレスの至宝3つのベルト、三冠ヘビー級のベルトを取ることができるか。ジャマール、今ネックレスを取るようにメインレフリー和田恭平レフリーから命じられたんですが、それを拒否。スタートしました。三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負、川田俊明対ジャマールの一戦です。放送席のゲスト解説は武藤敬司選手、そして解説は週刊ゴングの長野武さんです。お二方改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。実況私松崎敏夫でこの一戦を名古屋愛知県体育館からバイオレンスにお送りしてまいります。武藤さん、はい、まあ私思ったんですが、本来ならばね、まあ、あのチャンピオンカーニバル制した武藤さんが、はい、今日この名古屋でもってね川田さんとぶつかるかなと思ったんですけれども、ジャマールという、ね、ことになりまして。いや、ジャマール、ぶっちゃけ俺負けてますからね。まあそのジャマールにしてみればこんなチャンスないですからね。そうですね。ただそれだけのものを本当に持ってますよこいつは。そうですか。武藤さんもね、チャンピオンカーニバルでこのジャマールとぶつかった時にジャマールはすごいというコメントがありましたけれども、長野さん、はい、川田俊明の目の前にこんなに大きな大きな選手がね。そうですね、まあ、僕は前々からジャマール派でしたから、まあ、あのやっぱりね、あの実力的にはもう全然三冠挑戦 OK ですよね。で川田もこういうタイプあんまりやったことないはずですよ。ちょっと今我々の放送席を武藤さんのこと意識してるんじゃないですかね。しますけれども、みんな意識してくれてますね。そうです。いや、いいことですよ。膝が悪くて今、休場じゃないですか今日は。ただね、ジャマールってね、俺親父も知ってればね、いとこもみんな知ってる、兄弟も知ってる。おー、ファミリーがみんなやってますよね。そういう部分で言ったらもう天性のものを持ってますよね。まあ、とにかくあのワイルドサモアンズの血が流れてますからね、はい、アマーノアイ、シカーノアイのね。そうですね、その横綱とかね、あの辺もお兄ちゃんが力士っていう、今 WWE で活躍してるやつのお兄ちゃんなんですね。さあヒールキック川田俊明、ジャマールが突進した、レフト方向から突進してまいりましたジャマール。まあ、とにかくこのジャマールは武藤さん、はい、武藤さんの得意技シャイニングウィザードなどもですね、はい、対応してくる。いや、器用ですよ本当に。危ない危ない、
エプロンからリング下、おっと今こっちじゃなくてよかったですね、あっとリング穴が、リング穴、親父も、ね、親父まで行ってしまいました、飛んじゃってます ね、 ね、親父のニックネームでおなじみ木原リングアナウンサーまで吹っ飛んでいってしまいました。いや、小馬監督大丈夫かよ。あ、そうですね、あ、そうですよね、あ、大丈夫みたいですね、はい、大丈夫です、はい、今日は元ね、広島東洋カープの監督小馬さんも来ております。さあ、川田俊明、そしてジャマール、ジャマールが武藤さんを指差しています。今ね、エプロンにいた川田に向かってね、ジャマールが放った蹴りはね、川田を意識した蹴りでしたよね。あのね、カウンターのキックね、あの、はい、いや、側頭部に真面目で入れましたからね、それはもう明らかに川田の蹴り意識してますよね。あれ、大迫さん、なんかあの、どこの大会だか忘れたんですけど、あのジャマールストレッチプラムなんかも出したことありましたね。そうですね、もう何でもできるんですよね、さあ、そのジャマール、ナックルパート、ライトから打ち込んでくる、そして今度はトップロープ、レストのスタンガン、危ない危ない、またコミッショナーも行ってしまいました。本部席が完全にこれは傾いてしまいました。開幕戦の神戸大会では我々の放送席がめちゃくちゃになりました。今度は今日最終戦は向こう側本部席、さあ、そしてエプロンからリング内です。川田俊明一発蹴り見舞ってまいります。川田俊明が外国人選手と対戦するのは去年の10月27日あの日本武道館でのドンフライ戦、そしてまたミック・フォーリーと5月8日ハッセルのリングでもぶつかっています。ドンフライとは10月26日ぶつかり、そしてハッセルのリングでは5月ぶつかっています。川田俊明、それぞれの外国人選手とまた今日ぶつかるこのジャマール、全然タイプが違います。ジャマールですね、肩、右腕痛めてるんですよ。ああ、はいはいはい、うん、そして川田がカウンターのキック、ああ、ジャマール吹っ飛んできました。カラーリングアナをぶっ倒れちゃいました今ので。ああ、親父もやられてしまいました。木原親父もご覧のようにうずくまっています。武藤さん、いや、小馬さん大丈夫かな、もう俺を激励に来てくれて、怪我して帰ったのか、いやいや、うん、ああ、だ、大丈夫ですね、はい、うん、小馬さんは大丈夫なんですが、木原親父はダメです。木原親父は目がうつろ、ああ、木原親父は下がります、運ばれていっています、控え室に。さあ、リングアナウンサーおそらく、あとジャマールのこの腕を見てくださいよ、あららら、そうでしょう、すごいですよ、もう変色してますよこれ。一発真正面蹴ってくる、蹴り技見舞ってまいりました。左から蹴り、ナックルパート、うわ、色が変わってますね、そしてエプロンからリング内、痛みとのその戦いでもあります。ジャマール5分経過、今5分経過、リングアナザクとアベリングアナさんに交代しています。そしてそこに川田俊明の蹴り、大佐野さん、はい、あのミック・フォーリー戦の時は鎌田の強烈な蹴り技も、ね、決まりました。それでもっとフォーリーがダウンしましたけど、そうですね、あの最近の鎌田の蹴りっていうのはね、はい、かなりきついですよね、結構みんな頭やられて、ね、はい、アレアも一回すごい形でやられましたよね、はい、そしてエプロンからリング下、なんか嫌な予感します。放送席付近、武藤さんのちょうど左横見たら、ああ、ああ、ああ、右のちょうど変色してますね、変色してますよこれ、ま、あ、変色していますね、心配そうに覗き込んでいます高道の球、放送席目の前です、はい、これはもうな、まあ、内出血どころじゃありませんねこれね、蹴り見舞っていった、危ない、エプロンからリングしたちょうど武藤さんの目の前です。ちょっと今日俺逃げれねえからな、ああそうですか、うん、じゃあ武藤さんちょっとね、うん、あのセコンドの方すみません、武藤さんをカバーしてあげてくださいね、さあ今新人の方が武藤さんを気遣ってエプロンからリング内リングインとなりました。そしてニースタンプ、川田俊明のニースタンプから嬉しに嬉しに嬉しになりました。さあ赤コーナーサイドで持っている嬉しい川田俊明であります。
さあ川田の腕しにここで持ってジャマールサードロープにエスケープしました。うわーバックロープだ。そうですね、これはちょっとジャマール危険だ。そしてジャマールさあ気合を入れて起き上がる。ジャマールが起き上がります。エルボー埋まってくるダックルパート、痛めている腕、そこに蹴り技を見舞ってまいりました川田俊明。川田の蹴り、そしてジャマールにカウンター左からの蹴り。今日の川田はとにかくジャマールに勇猛邁進といったところ、ボディーブローなんですが全く効果はありません。さあ川田が膝シャイキック、そして一本背負いから、一本背負いから腕くしぎ、痛めている腕。さあジャマールまだ腕をクロスしていますから大丈夫です。ジャマール、ただこういう展開になるとね、あのジャマールの力が発揮できないですよね。まあ、武藤さんも川田俊明とはたびたび対戦してますけれども、この川田の蹴り技カーンとね食らった時なんかもう脳が揺れたりするんじゃないですか。そうですね、ただ蹴りだけじゃなく、もうベースがアマチュアから入ったその、腰の重さというか、タックルとか素晴らしいものありますよね。ここ突き放しました。さあジャマール丸太のような太い腕が今そこでもって激痛を走らされ、そして川田俊明がそこにサッカーボールバックボーンから見舞ってまいりました。左からの蹴り川田俊明です。もう一発蹴り技見舞ってまいりました。さあ川田俊明ここで2スタンプには行かずして、川田はジャマールの挑発を掴んで、そしてあっと左からの蹴り、そして左からの蹴り技見舞ってまいりました。左からハイキック川田俊明、ナックルパート、ステップキック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 、そして膝差しハイキック、巨大なハムが膝差し状態になりました。持ち上がんないだろゴムで来るぞ川田俊明が、いやそれはそれ、川田起き上がった、ジャンピングハイキックブロック、トラースキックジャマール、ジャマールのトラースキック、ジャマールが走ってくるのか、ジャマールが走り込んでいってエルボーです。まあ武藤さんも確かに日本武道館でのね三冠戦ではもう川田俊明に嫌というところのボム系の技見舞われましたけれどもね。そうそう、さあその川田、しかしナックルパートジャマール見舞ってまいりました。そして一発蹴り、もう一発蹴り技、2発見舞っていって川田、これ来るぞ、来るぞ、ケツが来るぞ、ケツが、そうですね、ケツが来るぞ、さあケツが来た、これはたまりません。バーミヤンスタンプ気味できます。そしてあジャマール、それにしてもそこから先にたどり着くことができません。川田俊明の足を引っ張りました。押さえずしてどうするか、お、ここで押さえてカウンター1でどうか、2カウント、カウント2で返しました。これ大園さん、フライングソーセージいきますか。そうですね、これ食らったら、おい、いくらチャンピオンでもこれ食らったらまずいね。はい、さあ巨大なハムが落っこってった、川田苦悶の表情、チャンピオン危うし、チャンピオン危うし、手ついたね、手ついちゃったね、手を、そうですね、抑えてどうかどうか、うん、2カウント、いやでも今の間がなかったらね、危なかったですよね。さあ川田俊明、
フライングソーセージを食らってしまいました。圧力のある大きな大きなソーセージというよりは巨大なハムが川田の胸板を襲いました。一発蹴って、もう一発蹴ってまいりました。川田カウンター、ジャマール倒れない、パワースラップ流し込んだ、抑え込んでいって、どうか、テイクアウト。ジャマール一発一発強烈ですね。で結構こういう器用な返しをするんですよね。ジャマール次に行ったってもちょっとね、でやっぱりね、ちょっとね、はい、ペース乱れてるんでね、やや単調になってるかなという気もするんですよね。はい、バット、わぁ、なんだ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 、これは、あ、わぁ、カウント、放送席も揺れました。武藤さんの後ろへのけぞってしまいました。愛知県体育館、これ床が抜けるかもしれません、危ない。来月はこれ大相撲名古屋場所もあるんですが、名古屋場所できなくなっちゃうかもしれませんね。あれ食らってたらやばかったですね。やばいですね。まさかね、ムーンサルトまで出すとは思わなかったな、この場面で。これ武藤さん食らったら大変ですよね。本家もそうだな、あれ。はい、そしてケリー、カウンターのケリー、川田攻めるなら今かもしれない、飛んでった、レフトアタック、ジャマール、あーボム系で来るぞ、ボム系、ボム、高角度、ボム高角度、顔の毛あった、顔の毛あった、エルボーできてジャンピングハイキック、ジャマール倒れない、ジャマール倒れない、カウンター、ジャンピングハイキック、ジャマールは倒れません。そして広角度、広角度、ジャマール抑えて抑えて抑えて、カウント、カウント、カウント、今の角度と抑え込みとパワーでよくこれ返しましたよね。川だよ、目の前の敵を抑えろ、ジャマールにジャンピング入ってきた、ジャマール倒れた、さあカバーだ、カバーだ、カバーだ、カバー、あ、カバーにいけない。武藤さん、これ川田もちょっと、はい、いやー、食らってるでしょ、はい、だいぶダメージ大きいでしょ。ジャンピングハイキック、ジャマールまだ倒れない、なんだこの男は、ボディ蹴った、さあ表情、これで来るぞ、持ち上がるか、上げろ、変わらん、上がらない、上がらない、上がらない、池川だ、持ち上がらない、上がった、ロープだね、ロープだ、ロープ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 、あ、ちゃんと見てますね、川田ね、引きずりましたね、はい、抑えて、どうか、抑える、抑えた、グーですね、グーカウント、さあ真正面から蹴った、スティフキック、抑え込んでいって、スリーカウント、俺もかわしてる、なんなんだジャマール、ストレッチプラム、ストレッチプラム、大きいから回りきらないね、さあストレッチプラム、でも川田真夏に梅の花を咲かせろ、さあまだひねれない、出れません、さあ川田
回り切ってるこれ。まだ回ってない、抑え込んで、どうか、カウント1ですよね、これは。そして川田2、3番あ腕に決めましたね。ここで川田がトレッチプラム、割り切れてる、トレッチプラム、もう腕だけを固めようとしてるんですかね、これね、はい、腕決め、ショーテール腕を決める、さあどうか川田、3冠のベルト、守れ、守ってくれ、腕抑えない、さあ川田、レフリーストップ、レフリーストップ、川田このベロタイトル防衛成功。レフリーストップになりました。レフリーストップですか。いやしかしジャマールしぶとい、おさまさん、そうですね、あの途中ね、腕をずっと狙われてね、はい、あのどんな試合になるか心配だったんですけど、最後はね、はい、すごいところからジャマールも出てましたし、はい、川田もすごかったですよね。レフリーストップ、レフリーストップ、タイムは18分1秒です。18分1秒、レフリーストップで川田俊明、見事5度目のタイトル防衛成功です。いや思わず、福さんも今心配してリンゴね、引き上がってますね。三冠ヘビー級選手権試合、チャンピオンベルトの贈呈です。しかし武藤さん、はい、三冠戦っていうのはすごいですね。そうですね、はい、いやだけどジャマールも敗れはしたものの、本当によくね、ぶつかってきましたね。いや俺あのムーンソルトだけはびっくりしたですね、変な話、はい、俺はあの技で今膝壊れてるわけじゃないです、俺よりだいぶ巨体でダメージねえのかなと思って、いや久々にすごい一戦、大佐野さん。そうですね、だからジャマールに関してはね、やっと掴んだチャンスだからね、もう死に物狂いでいったと思うんですけども、はい、また体調のいい時にね、もう一回チャンスを上げたような気がしますね。そうですね、ただ負けたジャマール内容でそんなに落ちてないですね。落ちてないですね。武藤さん、はい、武藤さんが、武藤ファンの皆さんはね、やっぱりその武藤さんがいつかまたこの三冠のベルトを巻いてくれるんじゃないかっていうね、そういう期待感はあるんですが、まあそう慌てないで、慌てない、はい、はい、なんていうの、変な話、今日俺試合やってなくてこれだけ盛り上がれる大会ができてるっていうのはなんかすげえジェラシーと逆に嬉しさと、もしかしたらちょっとちょこまか動けるのかなって逆に言ったらね、でもね、あのこの放送を見てるファンの皆さんは武藤さんこうやってゲスト席に来ていただいたの逆に嬉しく思ってますからね、またいろんな話も聞いたしね。さあカメラちょっとマイク持ちます、行きましょう、何を語るか。今日はありがとうございました。久しぶりにあの日本武道館以外の防衛戦でしたけど、あの名古屋のお客さんも大好きです。ありがとうございました。But I didn't give up! Did you know that? I didn't give up, man! Who stopped the damn man? おいおい、ギブアップしてねえんだよこいつだよ、ギブアップ畑を止めただけだよおい、うん、どうせレフリーストップかなんかだろおい、ギブアップしてねえぞこいつは、勝手に止めやがってよ、こいつはまだやれるつてねえよおい、見たろでもこいつの力よ、次絶対取らせるこいつに。三冠防衛おめでとう。今日はバカだ。ああ、首痛い。はい、お願いします。ありがとうございます。思ってた以上でした。それは申し訳ないから、やっても構わないんだけど、それが参加戦かどうかね。みんな周りが認めるなら参加戦でも構わないけど、まあ誰が相手でも防衛記録を伸ばさないと。はい、というわけでこの試合は川田俊明選手が見事に勝利を挙げました。
まあといってもね、こう結構肉薄だったんじゃないですかね。やっぱ川田俊明選手が試合中によろけるっていうのはですね、昔で言うとやっぱ武藤敬司戦とかそういう時にしかやっぱなかった動きだと思いますし、それほどまでにやっぱ川田俊明を追い詰めていたんだというところですね。この当時のお客さんは川田さんをね応援していた側かなと思いますけども、僕はねやっぱりあのジャマールのあのキャラクターが大好きでしたからね、どっかでこうジャマールを応援する気持ちがねずっとあったまま、でもまあ川田頑張れっていうね、プロレスもね究極いくともう両方とも好きっていうねところまでこうたどり着きますから、もう両押しの状態でですね、この試合見ていたわけですけども、あの川田俊明相手に豪快なパワーボムを決めましたが、まあ一歩及ばずというところでした。はい、来週はですね初期払いということでこちらの試合をお届けいたします。2008年1月26日大阪で行われた F1 タッグ選手権試合、王者武藤敬司神奈月組対挑戦者鈴木みのるアントニオ小猪木組の一戦です。これまでもね数々取り上げてきましたこの F1 タッグ選手権、この、バトルライブレシーズンも大変好評をいただいておりますけども、その続編、武藤敬司神奈月組、このダブル武藤の、3度目の防衛戦の相手がなんと鈴木みのるということになりました。そしてタッグパートナーを務めるのはかつての新日本プロレスでの師匠、一度は闘魂を注入されたアントニオ小猪木というわけですね。西口プロレスからアントニオ小猪木選手が出場することになりました。ぜひ来週までお楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次週お会いしましょう。さようなら。